福岡到着。何もしてへんのにもう筋肉痛やねんけど。どうしよう、想像で筋肉痛になれた。東京出発する前からツイッターでもう並んでるって、8時ぐらいからスタート早めたい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。イエーイ。あお願いします。結果ステージ見に行こうか。イエーイ。こんな暗いので見せもうたら緊張するねんな。誰も出てなくても。もうな、成功した。あれさ、昨日お弁当と違うぞ。違う。あ、めっちゃいいやんこれ。うん、あのご飯は自分でお好みでってやれよみたいな。いいね、そういうのいいね。いいね。どうしよう。めっちゃ怖い、めっちゃ怖かった今。めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。すっごい怖かった今。おったな。本当に怖かった。これ。おもと早速見たと思った。早速見たと思った。一匹目やと思った。うん、何一匹目ってどういうこと？リラもハルもね、妖怪見えるんです。怖いやろ。さっき見つけてな。めっちゃビビった。あれ何なん？わからない。妖怪赤ちゃん。はい、では改めて、2回目のジャレプロ始めさせていただきます。お願いします。
ですけど、そうそう、最後やだーやだー、すぐはトイレ行って帰ってくるまでとか、じゃあリアルに怖い怖いからでもこれほんまに赤いやつやんな、うん、でも可愛がんないと呪われると思う。本当に持って帰るの怖いよ。なんかいろいろと怖いわ。いや怖い怖いって言ってから別に怖いわけで、土持って帰れば人形は置いてった方がいいよ置いてった方がいいやんな。人形は置いてった方がいいよ。サントラ前なんで人形が可愛い、うん、ありがとう今日は。ありがとう。やだベイビー。東京だよ。へいへいへい。守り神がいるんだよ。はい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 。やん。それやばいで。やばいよ、えちゃん。大丈夫だ。家おんで帰ったらそれ。やなやな、もう映らないで。暗示をかけるのこれで。コンビニの水です。お疲れです。お疲れ様。ボンジュール。ボンジュール。なんでボンジュールかって、ちょっとこの間フランスにさ出張で行ってきたのね。いいな。さ向こうの人関係者にすごいのがあるって、すごい水があるって言うんで。水。水も違うのよ、普通の水と。この水って結構フランスのアーティストでみんな飲んでて、飲むと結構ライブパフォーマンスが良くなる。声もよく出るようになるらしいのよ。飲みたい。魔法の水。魔法の水。マジックウォーター。そうそうそう。マジックウォーター。マジックウォーター。マジックウォーター。なんかすごそうだ。え、どんなんですかみたいな。すごいよ、でも普通じゃないか、これ一滴垂らしただけでも大変よ。垂らさんように呼んでちゃんと。レアリーレアリーレアリー I am not a liar 嘘つきません。おおすごそう。ちょっと違うよ、まずなんか本物感ある。一見違うよ、これ違う、ガチガチガチやん。何え、すごい。え、長そう、1個もせん。ちょっとずつ飲もう。なあ、もったいないよな。え、もう、水筒にこう入れとく。やだー4人分ないやん。じゃあ、本番前にちょっと。イエーイイエーイなんだ俺は。何者だったんだ。ではでは。ありがとうございます。ありがとうございます。すげー。本物や。なんか、本物の水じゃん。息が続くんな。難しい。で、そう息使うから。おお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 
もんやん。やば、30分切ってる。皆さん、水飲みませんか？水飲みます。飲みます。あ、虫さんいた。どこ？失礼します。ああ、はい。さて、めっちゃこぼれてたけど乾杯しよう、新しいお水で。えい、乾杯。お疲れお疲れです。打ち上げ。お疲れじゃね。うん、は、え、すごくない？え、やばいこれ全然全然水でも美味しい、うん、え、なんか優しいよな。何が違うか分からん。パワーや。甘い水、うん、スーパーパワー。甘い甘い、うん、え、何、水道水飲んでみや。臭くない、臭くない。あ、え、でもコンビニでやってる水臭くなくない？甘い。そういう構成が。フランスの匂いするな。パリパリ、フランスの、フランスの水が体に。フランスの香り。見てくるぜ、行こう。ナンダル？ニャッ！揚げちくわ。心が痛くなる、うん、心が痛いなんかメンバーに嫌われちゃうんじゃないかな、これ最終的に。そうですね、まあ、それは土屋さんとして、うん、かぶってもらえれば。次のツアーからあの人外してくださいって言われたメインのツアーコーディネーター外れるという。乱暴だな。ちょっとね、これね、こんな感じでいいんですかね、ちょっと。最初に弁当取んの誰だろうな。春だと思うんですよね。春菜食うもんね、最初に。春菜。あの、2番目ぐらいにこう重ねてるうちの2番目ぐらいにしてる方がいい。超乱暴だよね。乱暴だね。
えーだね。なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。お願いします。お願いします。お腹すいた。メンバーでしょ。心理じゃなくて。おい、おいしい。食べてないよ。もう食べたな。モリナ食べました。うん、美味しかった。リナの特技は空気中から食べ物を吸い上げること。すみません。マジ？え、どういうこと？めっちゃあるから、何ていうの？あるから混ざったんでしょ、たぶん。え、なんで？あ、ネタじゃない？すごない？なんでお弁当屋さんがネタやるみたいな。いや、大阪やから。大阪ありえますからね。仕込んでありえる。いや、ありえんと盛り上げてるのやばいやろ、これあれだと、まかないでもまかない。大阪、おっかねくだらないことは、おぉ、誰か食べるの？え、僕、海苔弁。あ、でも美味しそう。完全なる海苔弁として変化したよ。これに醤油をガーかけて。やった、醤油。醤油はやった。醤油神話論。他のおかずいらないの？うん、いらないです。うん、うん、僕は磯辺揚げが好きなの。僕磯辺揚げ好き。やっぱ白米だな。小さいな。なんでや。え、なんでこれいるの？忘れてったんじゃないの？違う、前だけじゃない。違う子になってる。新しい。違う、これでしょ。違う、黄色い服やって。顔ももっとちゃうかった。髪の毛長かった。そんな種類ないだろ。薄くなったとかじゃない。でもさ、すごくない顔。違
違う。違うよね。怖い怖い怖い。これね、
ス、うん、すごいフランスのいい水だから飲んで、はい、家でここだからは彼これ、それこそ青葉台スタジオでレコーディングしてる時ですかね、ちょっと岡澤さんに来てもらって打ち合わせをしてですね、今回実は何かできないかと、メンバーを喜ばせられないかと用意しました。まずお人形、いやこれはまあみんながきっと呪いの人形とかって言い始めるだろうなと思って置いといたもんです。でもこれ春がガチでなんかやんどったで。一番最初にこれどっちも自分が見つけたし、なんかほんまに引き連れてるって言ってで、その水はまあ普通の水。ほんまやだよ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 。カメラの前で飲んだもん。違う、ほんでな、ディナな、しゃべとってな、ブログに載ったらそこカットされた。ちょっと胸が痛んで、これあげないようにしとこう。なんか味違うとか言って飲んだのこれ。めっちゃいいのアイスで持ってるし。でも瓶に移すと美味しくなんの水は。ちくわの弁当は岡澤さんがやりすぎてなんかうまくやったの。あれ岡澤さんがやったんですか。うん、味方やと思ってたのに。あとあのラジオ局のアイムライヤーの、うん、あの。根性さん、はい、アイムライヤー、アイムライヤー、アイムライヤーってどんな意味？アイムライヤー、アイアンだ。私は嘘つき。嘘やん。おい、大人怖い。